まさあ今回はね2024年インターハイサッカー男子全国の予選速報ということで6月16日現在の状況を見ていきたいなと思いますさあもうね佳境に入っているということで続々というかもうほとんど決まりました今週末の前6月14日時点での決定校はこうなっておりますどうぞ青森山田や昭子などのねプレミアイースト勢も 出場権を得てますそして東福岡がね予選で敗退しました初出場のね高校も結構多いですさあここまでがね前の動画でやった代表決定校です残るは北海道と関東地域のみとなっておりますさあそれではね6月15日土曜日のね試合結果をまず見ていきましょうさあ番狂わせがありましたやはりここです前橋育英が 準決勝で敗れました、京愛学園に PK 戦の末敗退。さあ、この京愛学園なんですが、県リーグ一部所属なんですが、前橋育英の C チームも、同じ県一部リーグ所属なんですが、今年当たりまして0、0対3で C チームに敗れております。そのチームがインターハイ予選では A チームを堂々破りました。これはね、波んと言っていいでしょう。他にもね、プリンスリーグ関東所属の国学院久我山が駒沢大光に敗れました。 そして、ここが注目カードでした。東光学園 VS 日大藤沢。東高学園はね、去年のインターハイ全国準優勝。そして、日大藤沢は去年の全国大会3位とね、去年の全国ベスト4の2チームが、ここでぶつかるということは、神奈川は2校出れますが、ここ準決勝で当たるということになると、どちらかは出れません。さあ、この対決なんですが、東光学園が勝利いたしました。しかも、ちょっと差がつきましたね。日大藤沢。 今年は全国ならず、東京はね帝京そして先ほども言った駒沢大光そして神奈川はね東海大相模そして東工学園が出場を決めましたさあそれでは6月16日の試合結果見ていきましょうこうなりましたどうぞさあ 去年の全国王者、インターハイ王者の名手日立が予選決勝で鹿島学園に0対2で敗れました。ここで敗退全国ならず。まあ言うても鹿島学園もプリンスリーグ一部所属でね、現在7位という位置につけております。競合ですから。 波乱ということではないですね。そして埼玉決勝は、プレミアリーグ所属の昌平 VS プリンスリーグ所属の西武大との対決となりましたが、ここは大差がつきました。5対1という翔平が強さを見せ全国を決めました。さあ、注目カードの千葉、強豪の2チームがやはり決勝まで来ました。一律船橋 VS 流通経済大柏の対決。さあ、この2チームはね、リーグ戦で対照的な結果となってまして、龍系の方はね、プレミアリーグ首位。 そしてね、無敗というね、強さを見せております。一方、市船はね、プレミアリーグ、いまだ勝ち星なしの最下位となっております。前評判ではやはり龍慶なのかという予想でしたが、市船がね、2対1で勝利。リーグ戦調子のいい龍慶でしたが、全国出場ならず、千葉はね、2枠から1枠になってますから、市船が全国出場を決めました。さあ、先ほども言いました、群馬県、プレミアに前橋育英、プリンスリーグ一部に桐生第一、県大高崎、 そしてプリンスリーグ2部に前橋育英 B、前橋商業というね、競合がずらっといるんですが、クレミアプリンス勢ではなく、現在県一部1位の時は高校 VS、県一部9位の京愛学園との対決となりました。さあ、この対決なんですが、前橋育英を破った京愛学園が勝利しまして、全国行きを決めました。グマはね、波乱があったと言っていいでしょう。 さあ、提供 VS 駒沢大子は、提供が第一代表。そして神奈川ね、東郷学園が PK 戦の末勝利し、第一代表。そして山梨県。2018年インターハイ全国優勝の山梨学院。現在ね、プリンスリーグ2部で、首位6戦無敗というチームです。提供第3を破り、全国出場を決めました。さあ、6月16日の結果はこうなりました。ということで、残りは北海道、そして栃木の、 決勝のみとなっております。北海道は現在ベスト4旭川実業 VS 大谷室蘭札幌創生 VS 札幌大谷となりましたこの4チームいずれもねプリンスリーグ北海道所属となっておりますそして栃木県は佐野日大 VS 矢板中央というねやはり強豪カードとなりましたさあ決まってない代表校も残りわずかとなってます代表校がね全て決定次第 動画を上げていきたいなと思いますのでご視聴の方よろしくお願いします。チャンネル登録の方もお願いいたします。それでは。